皆さんこんにちは。こんにちは。K です。タケです。今日はね、前回に引き続き火起こしをやっていきます。今回はね、缶といらなくなった T シャツを使ってチャークロスっていうものをね、作っていこうと思うんですけど。もう初めて聞く名前です。そう、なんかね、火種を拾ってくれる着火のやつがあるらしいんですけど、うん、それをね、自分のいらなくなった古着とかね、うん、とあともう100均とかで売ってるカンカン、灰皿とかなんか入れる小物入れのカンカン、はい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 、もうそんだけで作れるらしいんでね、めっちゃ簡単そうですね。自作でちょっと作ってみようかなって、チャレンジしてみようかなって、お今日やっていこうと思います。楽しみです、うん、どうなるんですかね。そう、うまく火がつけばいいけどね。そうですね、うん、とりあえず作っていきましょうか。作っていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。じゃあチャークロス作っていきましょうか。着なくなった T シャツと100均とかでね、こういうカンカン売ってるんで蓋開くやつね、こちら用意して、あとキリとかでね、カンカンに穴開けていきましょう。グリグリグリ、穴開くんかなこれ。外勝手。おこれでいいはず。でもぶっ刺すだけで意外といけた。空気穴みたいな、空気の逃げ道作るだけでいいらしい。こんな感じで、このサイズ収まるように切ってきます。とりあえずこう切る、まあ、大体でいいけどね。そうなってまった。それではね。いや、いいよ、大丈夫やけど。思ったより細くなった。今後使うかもしれんで、うん、一気に作っとこう。よし。こんな感じで布切れたらまとめて、この缶にね詰める。はい、じゃあこんな感じで切った布を詰めました。じゃああとね、蓋してこのまま前回のね作った焚き火の中にね、そのまま放り込みます。じゃあこちらをまま、イン。安定するか。あと待つだけ。シンプルでしょ。これだけでね、できるらしいから。火出てきてる。大丈夫やろうか。燃えてる。なんか余分な不燃物がね、不燃ガスみたいなのが出るらしいからね。あ、火つくな。大丈夫かなこれ。ピューって。はい、じゃあだいぶ火も落ち着いてきたし、上からの煙不燃物もうでんくなってきたしね、もういいかな。一回開けてみようか。缶は丸焦げで。真っ黒で。これは熱いよね、絶対。汚ねえ軍手で開けるか。オープン。お、いいじゃん。できてんじゃん。見えるかな、これ。こんな感じ。いいじゃん。黒くなってんじゃん、これ。これ黒用の服だから、うん。着る嫌だな。10分20分ぐらい冷ましとこうか。じゃあだいぶ冷めたね。どうだ、もう一回開けてちょっと
素手でどうかな、もう汚れるけど。1枚だけどう、1枚取り出して、これがね、脆くなってれば多分、あ、いいね、うん、大丈夫大丈夫、匂いがいいんだよ、うん、焦げ臭いそりゃそうやわ多分完成したからね、着火テスト行こうか。おお、着火テスト、うまくいくかな、これ。お、これ拾った。これ。おお、すごっ。あ、飛ぶ飛ぶ。すごっ。おお、スピード。面白い。これこれ。ここに、なんか、あの、傘、あの、なんや、枯葉、枯れ草とか、あ、置いて、置いて広げていくみたいな、ふうふうしてるんだよね。いけたよ、すごできたよ。どう、持続性は。持続性はね、あんまないみたいからね、簡単に拾ってくれるわ、火種を。こんな感じでできた、見事完成。周り早いね。うん、いや、楽しみですね。楽しみね、今後のね、今後のこれ使っていこうか。使って火起こし、火起こしして料理を食べるっていうね。そう、料理作って料理食べるっていうね。はい、ということで、こんな感じでチャクロス完成したんでね、うん、今後のお供になりそう。そうですね僕らの相棒、相棒が仲間や、新しい仲間はい、じゃあこんな感じで100均のね、うん、カンカンといらなくなった T シャツで簡単に作れるんでね、うん、皆さんもよかったら試してみてね。楽しみで。この動画が良かったと思う方は高評価、チャンネル登録と、あとコメントもね、よかったら書いてください。よろしくお願いします。また見てね。バイバイ。